見よ行くんですね。とおお、つくね。はい、VCP の包丁です。ミクタンです。アーマスです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ私がここに座る人間になりましたけど、はい、皆さん今日まずこちらをご覧ください。はい、こちら IH コンロを私用意しまして、はい、これからちょっと面白いものを見せようかなと。面白いもの。はい。まあちょっとね、早速セッティングをしていきたいんですけども、セッティング、はい、あ、じゃあ変わります？あ、どうも。でまずね、あの安全対策にこれアルミホイルの器なんですけど、アルミホイル、ホイル、あ、ホイルじゃない、ステンレス、ステンレスの器にこう水をね、入れておきますと、真ん中に、あ、普通に沸かすみたいな感じだね。そう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 、ちょっと眠いんだからねでこちらが今回の肝ね、アルミホイルを円形に切ったの、はい、これでセットは完了です。これで完了。誰かに押してもらおうか。誰か押してみてくれますか。加熱ボタンを。私がお願いします。じゃあ3、2、1で、はい、3、2、1、5。ファイヤー。おーおーおー、見よ浮くんですね。浮くない、ほら何もないよ。したもう、うまい、浮いてやす、何もしないから浮いてます。浮いてる、もうしましょう。なぜなぜ、ネギでしょ。あ、いけんじゃん。しても、ほんとだ。もう一回開けてみるか。いけ、スイッチ一つなかった。そうね、浮くんでしょ。ちゃんと浮いてるもんね。すごいでしょ。別に糸で引っ張ってるわけじゃないから、何も言えないぐらいちゃんとスイッチ一つね。ちょっと回転してもいい確かにアルミホイルをまず溶かして、はい、で次使うのはこちら、はい、豆電球、ね、豆電球です。お、豆電球、はい、じゃこれも同じようにセットしてこれは普通に繋がってるだけ。あ、これもね、本当別に電池とかじゃないから、ただ繋げたらだけ、普通。はい、これをね、ちょっとセットして、安全対策でメガネをします。私もします。みんながしたら始めましょう。もともとしてます。はい。で、いいかな？はい。いきます。すると。おぉ、すごい。すごいでしょ？ちょっと誰かやってみる？え、怖いよ、ちょっと。安全対策とか言ってたしね。いい？いいよ。ゴー。すると、光る。おぉ、下げてたもん。おぉ、やった。はい。でまあね、これで実験は終わりなんだけど、はい、まずね、この中身をね、ちょっとみんなで見てみようということで。中身。IH の。そう。あんま見ないでしょ。全然。いや、見たことない。見たこともないけど。実は、ちょっと待ってね。こんな感じになって。簡単に食べるのね。はい。わお。じゃじゃん。何だこれは。コイルですね。コイル。こうやって導線がね、こうやって入ってて、これが IH の。元凶というか中身、仕組みですね。こいつのせいでってことだよね。そう、このコイルおかげでしょ。このコイルが逆に言うと重要ってことだからね。マジで電気だけで熱してる感じなんだな。いいでしょ。はい、じゃあ、あの今の実験のね、仕組みを説明していこうと思うんだけど、これは実は電磁誘導が関わっております。中国で習ったらコイルがいるからね。まずね、コイルに電流が流れます。ウィーンとすると、あの磁場がね、磁場分かる N 極とかですけど、あれ、ね、でその磁場の変化で力が生まれて、アルミホイルがって浮く。あると、そうっていうのが、おあ、正解です。電磁力ね、電磁力ね、電流がこうやって流れると上向きになってるよね。あ、よ、こうなってるけど、まあ実質こうだよ。力がこっち側に行くよね。そうそう、こうやってこうやって流れてるから、ほら、親指の力で、つまりこの力でアルミホイルが浮く。え、じゃあ豆電球の方は？いい質問です。豆電球はね、まあ、これも一緒なんだよ。一緒。一緒。そう。中のね、この導線の中の電子が、うん、動かされることによって、まあほら、電気の流れはさ、電子が動くあれだから、あ、そうだね、まあ、電気がつくよっていうのはあるんだけどね。奥向きは注意かもしれない。うん、っていうのはある。そう、こうやって置いてるからちゃんと光るよ。そうそうそう、でも浮きはしないよと。まあ重いからね。重いが明らかにこれとこれだってこっちが軽いから。確かに。そうよね。そう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 。まあ軽いと浮くよって感じ。うん、確かに。なるほど。うん、っていう感じかな。はい。で、これが仕組みでした。いかがでしたか。
ありがとうございます。分かりやすかったです。ありがとうございます。今回の IH のちょっとしたマジックみたいなのね。面白かった。マジック好きだね。マジック担当なんで。まあこれ家庭でももしかしたら簡単にできるかもだから。うん、そうだね。もしかしたらね、いろんなものちょっと置いてみるのも面白いかも。危ない、危ない。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。まあ、ガスだけどね。真似しちゃいけないよって。まあこういうものがあるよっていうね、電磁誘導のね、お話でした。はい。というわけで、今日はここら辺で。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとした締めだ。